アドマイアスバルトは、日本の競争馬である。勝倉に2009年白山大賞店、おじに2003年東京大賞店の勝馬、スターキングマン。アドマイアボスの初年度産区として2005年デビュー。2歳から4歳にかけ特筆すべき実績はないものの、父同様に勝ちきれないながらも堅実かけを繰り返し、着外はわずか3回と、安定した走りを見せ、 2007年4歳冬にオープンクラスに昇級を果たす。デビュー当初は安藤勝美、横山則博ら何人もの騎手が入れ替わりで手綱を取っていたが、オープン入り後は村田一世、勝浦正樹が主戦騎手を務める形となり、オープン特別を4勝の他2009年には白山大章天を制止地方競馬ながら初の重賞タイトルを獲得した。 2011年3月3日付で競争馬登録を抹消して引退。高知県の土佐路塩牧場で余生を過ごす。JBC スプリントに出走した際の大幅な距離短縮に戸惑いながらも結果を残すなど距離に融通性が効いたほか、芝の重症レースでも差のない走りを見せると、芝、ダートを問わない器用さも見せた。 大回り小回りの競馬場で共に勝ち星を挙げるなど、コースの公共を問題にせず、構想しているが同馬を管理する中尾は、本質的には、広いコース向きの馬と評した。ありがとうございます。